ジャック・カッシーニジャック・カッシーニはフランスの天文学者、即地学者である、ジョバンニ・カッシーニの息子である、父親の働くパリ天文台で生まれた、パリ天文台及びパリ大学に属していたコレージュ・マザランで学んだ、17歳の時に科学アカデミーのメンバーに選ばれ、1698年にロンドン王立協会の会員に選ばれた、父と同じく、 パリ天文台の正式な台帳ではなかったが、指導的役割を果たし、太陽、月、惑星、木星と土星の衛星の正確な運行表を作成し、恒星の固有運動について業績を上げた。1713年からフランスを南北に縦断するダンケルクとペルピニャン間と東西に横断する測量を行い、その結果を地球の大きさと形状として発表した。 測量結果と当時支持者のあったデカルトの稼働説からカッシーには地球が南北に長い回転大円体であるとした。ブーゲーラ、ニュートンの理論から予想される南北に扁平な回転大円体であるとする人々と論争となり、あと2735年科学アカデミーによってラップランドとペルーへ測量遠征隊が派遣され、実際に四五千個長の測量が行われることになり、 ニュートンの理論の正しいことが証明されることになった。ありがとうございます。